夏を前に注目3日連続北海道中継スペシャルでございます。いいですね。ゴルフ場のようなこの緑色の綺麗な芝はですね、牧草でして、はい、ここをですね、まあ、牛たちが自由に餌を食べられるようになっているということでして、いや本当にすごいところなんですよ。気温もね、大阪から比べるとだいぶ寒いですよ。今14度、昨日は最低気温5度、はいね、やっぱり北海道だなという感じでして、この辺目の前はね、あの笹っぽいあの草が生えていまして、基本的にはこの丘陵地ほとんどこういう植物らしいんですが、何年もかけて牧草をですね、まあ、あの種まいて育てて、牛がこう育ちやすいようにという環境をね、この広大な中で広げているというような場所でございます。でまずはということで、あの我々稚内市の中でももちろん結構あのこういう丘陵地の方に来ていますので、駅前とか街中はどうなっているのかということで、どんな街なのか街の方にも話を聞いてみましたのでご覧ください。 JR の最も北にある駅、稚内駅にやってきました。最も南の終着点から3000キロ以上というその線路ですね、北端がここという場所がしっかり分かるようになっているんです。人口およそ3万1000人の稚内市にある日本最北端の駅、一体どんな場所なのか地元の人に話を聞いてみると、風が強いですねいいところは食べ物が美味しいです。札幌でも十分海産物美味しいイメージなんですけど、はい、さらに違うんですか。さらに違います。いいところは何もなくて人口も減ってあの人口密度が低くなってるところ、うん、他の音は静かだけど風の音だけがうるさい、うん、やっぱ風強い町なんですね、うん、今時期でいうと何が美味しいですか。今ホタテが11月まで漁やってるから、はいはい、ホタテはもう新鮮なものを毎日食べれます。いやいいですね。やっぱり何でしょう、風が強くてみんな風強いって言うんですけど、そんな強いんですか。結構強いですよ。今日全然吹いてないですけど。あ、これ吹いてない方なんですね。いや全く吹いてないぐらい今吹いてますよ風。これ吹いてないぐらい。これまだ優しい方だと思います。優しい方ですね。ここがでもちょっと大変、不便って何かありますか。僕今札幌行ってて、札幌から帰ってきたんですけど、はい、電車で5時間半かかりました。あ、もう12時ちょうどの汽車に乗ったんですよね。はい。風が強いということは風力発電にはね、もってこいということでして、風車が、はい、ぐるぐると回っておりまして。私と比べるとよく大きさが分かるかと思います。はい、こちらユーラスエナジーさんという会社なんですが、ね、すごいですよね。でこのやっぱりあの景観を少しでも損なわないように送電線なんかは地中に埋めたということですし、あと環境問題でいうと渡り鳥の道を塞がないようにしっかり調査をして、そういったところは避けたりですね、そういうことも考えられている。山中君、さあそれではスタジオの皆さん、はいはい、どうぞ。岡田さん、風力発電のデメリットでよくあの騒音っていうのもよく聞くんだけども、音はどうなの、近くに行ってみて。あ、はい、あの今ここにいたらこの距離だったらほとんど何も聞こえません。で先ほど私近く行った時 で、うん、はい、で近くに行くと、まあ、ちょっと音は聞こえますが、うん、あの今ご覧いただいている通り近くにもう住宅とかありませんので、うん、ここはそういった騒音問題もこの場所に限ってはないということです ね、うん、ほとんどでも私は気にならないぐらいの、ね、音、もちろん24時間近くで聞いてたら気になるのかもしれませんが、そんなに気にならないかなとは思いましたけどね。さあここの、ね、すぐ近くにもう海も見えていまして、いわゆる宗谷岬というね、本当に、北端に近い場所というのがありますので、宗谷岬、さらにその周りには美味しいグルメいっぱいありましたから、私昨日から食べまくっております。美味しいものをたっぷりとご紹介させてください。いいこちらです。これいいやろな。やってきました。大きな石碑がありましてしっかり書かれています。宗谷岬にやってきました。この広い海も見えていまして、たった43キロ先、今日もうっすら見えていますかね、あちらに樺太島がもう見えています。北緯45度31分22秒に位置する宗谷岬、雄大な眺めとともに撮る石碑前は撮影スポットとしても人気の場所で、宗谷岬に来た到着証明書も手に入れることができます。
そんな宗谷岬でぜひ立ち寄ってもらいたいグルメスポットが4月から10月しかオープンしていない真宮堂。多い時には待ち時間がおよそ1時間半、こちらで味わえるのが、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。こちらホタテラーメンでございます。はい、ラーメン丸々1個です、ね、乗ってるんですね。はい、これ、お出汁もお出汁もホタテの出汁。海鮮のお出汁の香りしてますよ。いただきます。めちゃホタテ、と凝縮されてますね。シンプルな塩ラーメンだからこそホタテエキスがよくわかる。おいしい。見てください、この立派なホタテ、なんと弾力があってジューシーなホタテ。稚内のグルメを楽しめるのは2021年リニューアルオープンの稚内復興市場も。海産物や北海道の特産品などを販売するお店が集まっています。大きなこの水槽があるんですね。そして、あ、なるほど、地元のつぶ貝とか、そしてホタテも。わあ、今まさにホタテが取れる時期ということです。そしてこっちの大きな水槽には毛ガニが、漁は5月で終わってしまったということですが、まだ残ってますね。この八角って何ですか、これは。一応こっちで取れるお魚なんですけど、はい、味噌とネギ乗っけて焼いて食べる感じ。一応八角形になってるんですね。じゃ八角形。そうなんですよ。本当だ。そうなんですよ。こう見たらってことですね。そうです、そうです。八角形だから八角。そうなんですよ。ホッケ、え、一匹じゃないんですか。はい、2匹盛りになってます。2匹で400円、ホッケが、はい、安いですね。そして市場ならではのお得なグルメも。すごいの来ました。海鮮丼10種も乗って1500円。安いですね。ホタテもエビもタコもホッケ貝も全部地元稚内産。いただきます、ホッケ貝。食感がいいですね。あ、美味しい。そしてこちらは稚内のご当地グルメチャーハン。麺の上にタラバガニやうずら卵などの具材がたっぷり入ったあんかけが乗っています。鉄板で焼いてるんでちょっと焦げ目も麺につくわけですね。そばみたい。あんかけ焼きそばみたいな。うわ、ね、海鮮のシーフードのお味よくわかりますね。やっぱちょっと焼かれて麺が焦げ目ついてるんでちょっと食感変わってきますね。おいしい。チャーメンでしたね。すみません、はい、そして稚内は1年を通して新鮮な魚介類が水揚げされますが、その中でも水ダコの漁獲量は日本一。そんな水ダコを使った名物料理を味わえるのが車屋源氏です。はい、すみません、失礼します。はい、え、水ダコのしゃぶしゃぶでございます。これタコですか。これタコでございます。大きさも色もなんかイメージと全然違うんですが、はい、旬は5月から10月で身が柔らかくしゃぶしゃぶにするのにぴったりなんだそうです。なかなか食べられない稚内グルメ、5回ほどしゃぶしゃぶしたら食べ頃です。うわー、いたじゃん。うまいやろな、これ。なんでポン酢か。なんでしょうね。そのままポンか。タコじゃない。タコじゃない。え、柔らかい。食感が違いますね。タコの噛み応え、弾力ありますけど、はい、ふわっとした感じがあります。ありがとうございます。美味しい。